外エリアはいつに行く？アヒルさんたちがいるのかな？いるいたよ。行ってみましょうか。つはい、あつはい、この方たちがいます。外エリア、コーディザックに。あ、つくね、ここやべえな。はい、はい、行きましょう。はい、日焼け止めを塗りたくってきてよかったです。いや、鳥も暑いよね。暑いよね。あ、ほらほら、沈んでるよ。とっても可愛いですね。ガッカガッカッカ。あ、美味しい。ほら、可愛い。可愛い。あ、ぜひこっちを映してください。可愛すぎる。あら。ね、みんな日陰に入ってて偉いね。ね、偉いよ。あー、なんか出てきた。出てきたよ。あ、みんな出てきたよ。なるほど、閉じ込められてたのかな。水浴びの時間なの。フライトショーがあったから。あ、なるほど、食べられちゃう。うーん、まあまあ。あ、かわいい。いい瞬間を撮れるね。そう、見て。あ、水飲んでる、新鮮な。ブク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 ってね。ほら、わらわらブクブクブクって。やっぱりフライトショーだから閉まってたんですか。そうですね、あの接触事故がないように。ああのフライトショーだけ見に行ってもらって、はい、終わったら飲ませてって感じですね。追いかけっこしてる。あれ、あ、後ろにいる。いやー、にぎやかだね。一人あそこで優雅に毛づくろい。いいね、かわいいね。うん、俺らワヒル買おうぜ。ねえ、すごくかわいい。あそこ、あ、ごめん、いたのか。はいはいはい。お尻かわいい。はいはい、もう一回フリフリしてほしい。ダメか、ごめんね。あ、上陸してきた。来たー。かわいい。触っていいのかな。大丈夫じゃない。あ、上陸された。こんにちは。触っていいですか。はい、はい、とってもかわいいですね。うん、あ、アヒルの餌100円だったで。あったね、じゃあやりますか。はい、熱っ。100円入れて。カモと言ってたアヒルも OK だよね、きっとね。うんうん。はい。じゃあ、あ、なんか来た。餌くれって、みんな走ってきた。かわいい。かわいいな。はい。あ、こんな乾いたとこであげていいの？あっち行ってあげる？すごい、これ。めっちゃ待ってるじゃん。どうやってあげましょう。囲まれそう。あ、まあまあまあ、いた。重いな、意外と重いぞ、黒いやつ。しゃがんで手から上げてみたら。上げてみると、あーあっ。激しい。思ったより激しかった。あ、じゃあ、はいはい、わかりました。あこれはすごいぞ。やる、ポニタン。めちゃくちゃすごい。はい、お気をつけ。はい。うわぁ。もうないよ。いや、いいなぁ。すごかったね、今の。あ、見て、後ろついてきてくれる。あら、あぁ、ごめん。ついてくればもう一個もらえると思ってる。あ、ごめんごめんごめん。危ない。なんもないよ。あら、脱走禁止。はい、バイバイ。ごめんよ。はい、あ、暑いから水辺に行きなさい。はい。いやー、面白かった。面白いね。うん。じゃあ、一旦戻りますか。暑いし。よいしょ。あ、涼しい。天国だ。うん。メンフクドウのマカロンちゃん。マカロンちゃん。触れます？いいのかな？頭のあたりを優しく触ってね。
どうも。はい。じゃあ座ってみな。こんにちは。え、下げてくれる。ありがとう。ありがとう。ごめんなさい。嫌だった。ごめん。後ずさりした。あ、またお出てきた。お、すげえ。すげえフロフロするな。うん。どこまでもこう沈み込めそうな。そうそう。はい。森福堂のもかちゃん。触れます、はい、頭のあたりを優しく触ってない眠そうだな。こんにちは。わあ、まばたきした。いいね。すごくふわふわですね。とっても眠そう。ここでいいかな。おやすみ。え、どこでもいい。いや、俺はどこでもいいよ。窓際は熱そうだな。確かに。ここでいい。はい。課長カフェということですね。はい。ちゃんとメニューもあります。カフェメニューですね。はい。はい。ということで、今回は何か飲みましょうか。私、とりあえず飲み物の、うん。じゃあ、僕はコーラを。私、オレンジジュースにします。はい。はい、で、デザートメニューもあるよ。デザートもあるんだよ。デザートもありじゃん。ねえ、てか、そうね。かき氷ありじゃん。かき氷がいいな。かき氷ありだよね。ね。暑いし。かき氷がいいです。はい、じゃあ今日はそうしよう。かき限定だしね。限定で書いてあるしね。じゃあ、1個ずつ頼むか。そうだね。はい、飲み物が来ました。来ました。かわいいコースターが。いいね。ごめん、袋ちゃん。はい。はい。同じ袋。よいしょ。同じ袋。ミミズクですね。はい。はい。かわいいな。オレンジジュースとコーラ。はい。そして、もうちょっとしたら。メインが来ます。はい。かき氷が。はい。届きました。ミックスベリーとマンゴー味。はい、美味しそう。はい。はい。はい、どっち食べる？どうしよう。はい。ね、どっちも彩りがいいですね。じゃあ私ミックスベリーで。はい、はい、じゃあ私までいただきます。いただきます。いや、今年初めてのかき氷。うん、同じく。いや、やっぱりね、かき氷はいいよね。いいよね。もう目が吸い寄せられるよね、この氷。うん。いや、まあまあそうですね、入っていただくんですけれども、はい、フェンスに近づきすぎるとですね、励ましの爪やくちばしが出てきてしまいますので、フェンスには触らないようお願いします。はい。この中お肉入ってますので楽しみにしてください。はい、すごい。これは何肉ですか？これは鶏肉になりますね。ごめん。はい。つるっといくんだね。つるっと丸飲みですね。はい、すごい勢いですね。本当にお刺身のように、はい、ペロッと飲み込んじゃいます、ね。はい、はい、はい、また私。早すぎません。もっとくれ。じゃあ最後の一切れを。はい。はい、ありがとうございます。よく見ると、頭、ハゲてないんですよ。あ、ハゲてない感じになりますね。うっすら入ってます。ハゲる、ハゲ、いずれハゲるとか、本当はハゲてるものなんですか？そうでもないんですよ。あの、ハゲワシで、本当にツルツルにハゲてるハゲワシもいるんですけど、この種類に関してはですね、はい、うっすらハゲというか、残ってる種類になってきますね。面白いですね。綺麗な鳥さんですね。そうですね。まだ欲しい。はい。見た目に関して意外と可愛らしい一面もあるようになります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い。そう、さっきからさっきから追加で。そうかな。可愛い。これご飯の最速ですか？そうですね。さっきあげたんですけど。ちゃんとスタッフからはもらえないと分かってるんで、スタッフにはやってこないんですよ。ああ、すごい。お客さんに。賢い。はい。ごめんね。
谷課長カフェさんで、はい、すっかり満喫させていただきました。はい、はい、いろんな鳥がいるね。すごい楽しかったですね。はい、いろんな勉強にもなったし、うんうん、皆さんもぜひ来てみてください。はい、ずっといられるここね、うん、本当に。はい、はい、ということで、じゃあ出るか、出ますか。はい、よいしょ、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、はい、深谷課長カフェからみさとストリッチファームコニカンとともちゃんでした。はい、バイバイ。バイバ